湯沢市の市街地から少し行った山林公園。市民の森の中にある大きな池、志津台です。池の反対側に目をやると、まっすぐに伸びた一本の杉。その根元からは豊富な水が湧き出し、池へと注いでいます。きれいな水が満たされた池には立派な錦鯉が悠々と泳いでいて、とても気持ちよさそうです。人々の憩いの場を演出する清らかな水。ほら、神秘の鼓動が今あなたのそばに。